合衆国の政治家、弁護士、ユダヤ系アメリカ人でハリエット夫人との間に二人の子供がいる。ネオコンの論客の一人で、ブッシュ政権で、リック・チェーニー副大統領の副大統領、首席補佐官とブッシュ大統領の大統領補佐官を、兼任した。英国のウィンストン・チャーチル元首相の熱烈な、崇拝者で、補佐官時代には執務室に、 チャーチルンの肖像画を掲げていたほどである。奴隷の平和をひし、国防時間補の職にあった1992年には、ポール・ウォルフォ・ウィッツらと共に、圧政国家への先制攻撃や、ミサイル防衛の導入、WMD の拡散防止のためすべての選択肢を放棄しない、などを明記した、国防文書、国防政策指針の作成に関与。同指針は、 ブッシュ政権下で2002年に確立されたブッシュドクトリンの原点となる。1993年の共和党ゲイアゴはアメリカ新世紀プロジェクトの立ち上げに関与を。とりわけ、イラク戦争については当然ながら、最も強硬にその大義を解き、アメリカ同時多発テロ事件直後に、プラハでモハメドあったとイラク諜報員との極秘接触が報じられると即座に、 対イラク海戦の論人を張ったコネチカット州に生まれるイエール大学を1972年に卒業。1975年コロンビア大学法科大学院ホーム博士課程修了。1981年国務省に勤め始めるイラク戦争絡みのプレーム事件では 情報漏洩問題に間接的に関与していたとして偽証罪で起訴され2年6ヶ月の実刑判決を受けたが大統領権限で保護観察と罰金刑に減刑されさらに2018年にドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けた過去には日露戦争時の日本を舞台にした小説を出版話題を集めたまた2008年6月には日本を訪問し ジャーナリストの桜井義子らと意見交換し、その中では、ブッシュ政権の大北朝鮮優和政策に対し、強い懸念が示された。ありがとうございます。